皆さん、こんにちは。小野田光太です、えー。今回は、俺とお前のシリーズ、サーバンドボレーデュースサイド編です。今日も、高尾プロと一緒に解説していきたいと思います。高尾プロ、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まあ、サーバンドボレー、はい、まあ、我々の得意分野といいますかね。そうですね。今の時代、あんまり使う人がいなくなったんですけれども。いやー、もう、本当ツアーの中で、まあ、いないって言った方がいいですね。いいですね嘘ではない。ね、まず言い切ると、はい いやカロビチがとか、ね、そうやる時がありますけど、まあ、サーバンドボレーをいわゆる主軸としたスタイルの選手はもういないです僕が言うとねなんか僕はサーバンドボレーをずっとやってきたのでちょっとあれですけど、まあ、僕なんかもう小学校の時ですね、はい、もう34年生ぐらいの時にベッカーとエドバーグのウィンブルドンの映像を見てなるほどかっこいいと、うん、あこれがみんなやるテニスなんだと思って。 昔の20年前ぐらいのテニスってサーバンドプレーが主体が多かったで、ね、多かったですあの世界のもちろん100位以内の選手の3分の1ぐらいは結構やってたし特にあのウィンブルドンで勝つグラスコートで勝つという選手はもうサーバンドプレーできないと勝てない,っていうわですね3プラスそれに対抗したアガシという両極端の選手がいたんですけどね,ね、はい、やはりサーバンドプレー決めるとかっこいいなって。 まあ、あのそういうふうにも言われてますし一般の方では、はい、逆にサーバンドボレーをすることによって省エネにもなると思います。なるすど。試合に行った時に一、ねはい、日何試合もやったり暑い時に試合をやるとやっぱ足もつっちゃうとかう、ね、疲れちゃうという方もいるのでうまく、ね、このサーバンドボレーのコツをつかんでほしいなと思います。

うんうんうん。少流れでよいしょ。うんうんうん。どうん。Please s u b、うん、s c r i b まあサーバンドボレーの大事なところがこういくつかあると思うんですけれども、タカオプロはどんなところに気をつけてますか。はいあのもちろんネットに少しでも近い方がボレーは例えば決めやすかったり。はい。 角度を取りやすいとか、うん、相手に対してプレッシャーをかけやすいとか、いろいろな要素はあると思います。うん、ただ、やっぱね、サーブを打つときに、ラインをね、踏んではいけない、超えてはいけないっていうルールがある以上は、はい、それほど前に行けないんですよ。うんすね、はい。ですから、あまり前に前に行こうと思うよりは、 サーブの打つコースを自分でちゃんとまず決めること。うん、それがセンターでもボディでもワイドでもいいと思うんです。うん、もうもしあの細かいところを狙えないんだったら、もうボディサーブを打って、窮屈にさせて、サーブボレーをさせるという、あの自分がするという形と思うので、ここからは僕らの映像にもあったと思いますけども、もうほぼね、サービスラインとベースラインの中間からちょっと縦ぐらい サービスラインよりにもうスプリットをその時点ではしますはい、はい、それはあの僕らでも一般の方でも、うん、ジュニアでもみんな一緒だと思いますそれはそ、ね、まずはサーブのところから自分がスプリットステップで方向を変える時までに何歩でちゃんと行くのかっていうのを決めといた方がいいですね、はい、そうですはい我々も打って123、はい で次にはもうそうです。ということはそういすからね、はい、ここまでは一緒でそこからボールが来た方向に対してボレーで踏み込んでいく方向を変えていくっていう考え方でシンプルにいいとこでいいと思いますね。ですからこのスプリットステップの時にやっぱりこう止まるっていうことが意識しちゃうとせっかくサーブからいい流れを掴んでるのに止まると。 また動き出さなきゃいけないんですよ。二<ー>回ダッシュすることになるんで、そ,でね、それが疲れちゃう。うん、まあ、加速と減速を繰り返して、加速減速、はい、加速って言うのと、そこでまたエネルギーをこう取られちゃう、はい。そうです。もうサーバントボレーはあくまでもサーブとボレーがセットですか、ね、ら。非常にリターンミスをしてくれたりだとか、はい、自分がいいサーブを打って、それでポイントになったら、それはそれでいいんです。でも、ボレーをするイメージを持って、やっぱりサーバントボレーをしてほしいし、やっぱりこの。 スプリットしてボレーに入った時に相手がもちろんどういう動きとかどういうレベルっていうのもあるけど基本はオーープンコートでいいいと思いますね。特にシンプルに前に行って3球目でいいコースでもしリターンが良ければ無理にこうボレーを決めに行くというぐらいは1回打たせて次で決めるっていう,う、ねはい、段階を得てこうやっていくっていうのがサーバンドボレーのまあ流儀というか。はい 僕は、ね、サーブもちろん打ってファーストボレーするじゃないですかでファーストボレーをもうとにかく相手に打たせるパスを打たせてミスをしてくれるのが一番うれしいーサーブボレーでボレーを決めるとかスマッシュで決めるとかはそれは別の話ですそれは結果論なんでやっぱ相手にねプレッシャーをかけたぞとかそういう気持ちでいくといいです,、ね、するぞっていう。 あことを見せることによってうわ来たと思ってリターンミスさせたりできるようになると楽しくなりますね僕の失敗談としてはサーブをこうやってこう打つときに、うん、大事な場面で、うん、パス抜かれたらどうしようとかリターンミスしたらどうしようとか、うん、ちょっとネガティブなことをこう考えるときっていうのは、うん、意外とうまくいかないです、うん、サーブアンドボールするときはもう思い切って あ、もうパス抜かれてもいい決められてもいいっていう気持ちでいかないと、うん、行った後に体がこう固まって、うん、足が出ないとか、うんはい、よよ。くあったんですよだからそういうメンタルも結構勉強しましまたね。ね、やっぱ、ね、こう、ネットに出てるの方に行くから攻めてるわけじゃないんですよね。 外見上はやってるんだけど<う>もメンタルが弱気だと結局はうまくいかないっていうのがサーブでいったはいいけども完全に後ろ体重でスプリットをら、ね、<laughs> <う>もうボレーまでこう後ろ体重になってしまうから、はい、やっぱそのあたりはその自分の気持ちの、ねはい、持ち方もやっぱ強気でっていうことで,で、ね、もちろんいいリターンであったりいいパッシングショットを打たれたらそれは仕方がないです。ネッットにに出ててプレッシャーをかけることによって、えー、やっやぱり ポイントをきちっとこう成立させてそれを積み重ねればじゃあ1試合を通してほら最後の最後でいいプレッシャーをかけれたじゃないっていうふうになるやっぱネットプレーこのサーバンドプレーの使い方をあの一般の方にも皆さんにもしてほしいなと思いまますね。あ、真ん中に当然ボールを打ちますリ、はい、ターンがこう、返ってくるまあ、今回はその真ん中に返ってくるっていう過程で話をしすね、自分のとこにね。<あ>はい。 まあどんなイメージでこう構えて打った後、まあ打つコースは当然真ん中にボールが来るので、はい、こっちもこっちも両方打てますよね。そうですね。<あ>はい、構えはまあフォア側で構えるのかバック側で構えるのか、その辺はどうですかええー、まああのー、もうサーブを打つじゃないですか。サーブを打った、まず一番大事なのはこの自分の感触っていうのがあるんですよ。うん やっぱこの当たった瞬間に例えばあちょっと中入ったなとかああ,ります、ね、あちょっと浅くなりそうだなっていうのをまず感じることうん、うん、でそれによって相手のリターンのその体勢であったり、うん、例えばこうやっと届いたリターンなのか、うん、もう踏み込んでくるリターンなのかによってやっぱり構えるところ変わってきますよね。うんうん こういいリターン来そうだなと思ったらもう足元に来ることを前提でもう構えていかなきゃいけないしそうなったらもなんとか返すことであるし今度逆にこういいサーブが入ったなと思ったらもしかしたらフレームショットであったり予測してないところに飛んでくる可能性があるのでちょっと横に来る可能性も結構あるんですよね。チャンスボールだから自分のところに来るとは思わないでうまく動けるような形で出ていった方がいいですね。センターーとかボディーサーブであれば もうほぼ真ん中から、まあ、ちょっとちょっと左目、はい、このよりですけど逆にワイドサーブを打った場合でそこに行っちゃうとストレートが結構空いてしまう、はい、ですからい,いサーブが入れワイドにいいサーブが入れば当然クロスに来る確率の方が低いですよ、うん、振り遅れてストレートに来る確率の方が高いのでそうするともうワイドサーブでもうさっきよりもちょっと左目。うん の方にやっぱ、うんまあワイドサーブは、まあ、ちょっと甘くなると逆に,、ね、逆にクロス来ますからねクロスカウンター来ちゃうから、はい、ここはちょっと難しい場所ですけども、はい、まあセンターは僕はこうバーンって打って前へ出て、うん、ボレーはあえて深く打たないです。ああ僕も こういういうショートクロスみたいなのをこう切って浅く打たせてバッシングがこうあって変な体勢で取らせるっていうことを頭にる。この辺は僕結構得意だったんでこうやって外から巻いて外出したりとか、うんはい、アウトサイドインで切って横に行ったりとかちょっと角度をつけるってことを頭に入れる,、はいるうん、あんまりこう深いボールをいるとねガッツリ奪えられてバッて打たれて、はい。はい 逆に不利な立場になっちゃうんじゃないかなっていう感じがするんで、でね、まあ、そこは一番気をつけてるかなっていう。なるほど。はい。まあ、僕はね、このデュースサイドだったら、もう。一番、こう、やってきたパターンっていうのが。やっぱスピン系のサーブで、バック、いわゆるセンターに入れて。相手をバック側に走らす。なるほど。もちろん、角度がつきにくいから。自分のボレーも難しいんですよ。うん、オープンコートって言われても、相手真ん中にいるから。 やっぱり今度バックサイドの方にあの丁寧にこのファーストボレーをきっちりコントロールしてその打った方向に対して自分が飛んであのきちっとポジションするっていうのがもうある意味体にしみついてるんです、ね、だからこのバックに例えばセンターにサーブを打ってバックに来てもこっちに打ってスッとポジションするっていうのが。 一番僕の中でこう自然というかだから困ったらもうそれをずっとやらせるかただあの前のところでサーブの話もしましたけどやっぱりスピンサーブばっかりだとバレちゃうっていうのもあるし球速はそんなに上げられないからスライスサーブでボディをに打ったりもちろんワイドサーブを使って相手を端から端まで走らせるっていうこともすごく増やしていきましたね。ですからもうセンターににも今度逆ススライスサーブ ちょっと詰まらせてみたいな、ね、低いところで打たせてリターンをちょっと考えさせるっていうパターンも,、うん、あのも持つようになりました逆にワイドサーブを打った時はどうですか構える位置そして考えることっていうのは。まあちょっと左寄り,ではありに,寄りにありますけど、うん、自分の入ったサーブの具合によって、うん、あもうこれクロスに引っ張られるなと思ったら左には寄ってるけどこっちに動けるようにはしとく。そうやってわざと、うん 開けます。いやわざとは開けないもうあの自分の基本的な場所としてワイドサーブ打ったらこの辺りにもう行くっていうのをもう決めてるから、はい、あまりにもあのどっちかを開けるっていうことはしないですね。はい、じゃあ例えばサーティオールとか、はい、デュースとか大事な場面って、はい、高尾プロは何割程度とかでこっち打つとかってあります、あのー 入り方が逆に僕一番難しい。なるほど。1ゲーム目の最初のポイントで、こう1ゲーム目、はい、自分入りますっていう時の、ここに来た時に、あの、悪い時ほど、こうついてる時にまだ迷ってる。えー、悪い時ね。悪い時。えー、いい時は、もうボール拾うなり、ボールもらって、パッと行ったら、もうこの時に決まってるから、別に何とも思ってない。僕ね、高尾プロのイメージは、7割、はい ぐらいはもうセンターなんですよ。あの、ま、対戦経験からすると、ここ7割、こっち3割で、大事なところはこの辺にやっぱり、ま、ちょっと飛んでくるかなっていうイメージ。はい。と、逆にアドサイドは、もうほぼほぼ大事な時は、センター。センターのスライスを取るっていうね。ここはま、ちょっと、分かってても取れない領域に来る時があるんで、あ、こうやって構えてる時は、考えてない時はある。あの、あ、ね、決めきれてない。なるほど。 だってアップしてこうやってバーンってやって3分アップするじゃないですか、うん、でこうやって入ってくるとき決めきれてない相手の1ゲーム目とかだったら別に取られてもどうこうっていうのがあるからいいですけど例えば334455とかで30オールデュースまでいったらもうこの待っているいわゆるポイント間の間でそれまでのいわゆるデータをある程度。 センターに打ったらあこれぐらい返されてるなあ<ー>あワイドだとこれぐらい取れてるな返されてるなっていうのを判断して、うん、あ今はどうしようかもうこのポイントを絶対取るということだけを考えるんであれば確率の高いことをするけども、うん、まだこの先ある例えば第1セットの22の30オールと、うん、例えば第3セットの44の30オールじゃ僕は違うと思う、うん、データ量も違うから。 そこでじゃあどういうふうに入るってパッとなった時に相手も一回見てもう何も変えずに打つ時もあるしあの決めてじゃあセンターで決めてたと思って相手をパッて見た瞬間にあなんとなくセンターまずいなって思ったらもう変えますもうその瞬間には OK ワイドって言ってパッと打ってサーバントボレーをしに行く迷う時が必ずあるんですか絶対ありますそれは、ねあのー ただ3プラスみたいなサーブが問題はないですけど、返ってくるということをやっぱり考えておかなきゃいけないから、どれくらい返されてる、どれくらい方向的に多いかなと、例えばあの力のある選手なんかは腕っぷしで持ってくるし、ボディをうまくこう打つ選手も中にはいるからまあ読んでる時もありまなねだからボディーサーブでもね、真ん中ばっかりじゃないんでね、ちょっとフォア目と、ちょっとバック目の3種類を持ってる。 僕はですね基本ちょっとフラットスピン系なので迷った時はボボディにほぼほぼぼ強いボールが行きますあとは少しバック系とかフォア系の方に若干回転をかけてるのをミックスしながら、うん、もうパワーで押すっていうのを、うん、まあちょっと優先的にやってるタイプだったんですようん、うん、だからコントロール性とかそのボールのスリーで決めていくっていう感じよりかは、うん、もうとにかく力で押して。うん いうような形でボレーをすするるっっっっっていう考え方方だたたんで、で、ね、失敗する回数の方がやっぱりちょっと多かったですねじゃあもう力で例えばねセンターで力で押すんだったらもうある意味センタード,ーンってドカーンと打ったらここに行きほしいんだよね。それがふわふわってきたボールをバンって処理するか。っ、うん、力で押してるってことは相手を振り遅れさせたいから方向がある程度こっちに来た方がスムーズなんですうん、うん 力でいってるのにバックに引っ張られるってことはよっぽど読まれてるかもううそのサーブが通じなくなくっちゃうね,うね、はい。あとはやっぱりリターンの構えのポジション相手の構えのポジションがやはり海外行くと後ろで構えてる選手がいたんで、はいねはい、そういう時はもう瞬時にこうパッて見て、うん、サイド空いてるなと思ったらあえてちょっと。 ゆっくりなサーブをワイドに入れてから、ねうん、か相手を動かすってことね。じゃあ、相手のポジションがやっぱ変わってこないっていう,そう、ねうんうん。そうですね。同じサーブ打ってても同じリターン返ってくるから、うん、まあ少しこう変化をつけながらと、あとはこうサーブをこう打つポジションち若干変えたりとかして相手にもこう揺さぶりをかけていくっていう。うん、なるほどね。まあそれはパフォーマンスですけど、ね、うん、まあそういうのはかなり大事になってくるかな。やり方としてはいっぱいあるかなあ、ね。あのデュースサイド一つにとってもやっぱりどのポイント。 どのゲームでやるか、うん、あとはそのファーストサーブだけじゃなくてセカンドサーブでもやる場合ももちろんあるし、うんまあね、ファーストサーブでサーバーボレーをしなくてもセカンドサーブででやっていいんですよ、うん、なんかね皆さんねファーストボレーはサーバーボレーするセカンドはステイみたいな感じを持ってるんですかられす、ね、それはまた別の話なので、はい、やっぱりこの相手とねいろんな駆け引きをしながらデュースサイドをどうやって先手を取っていくかやっぱりこのデュースサイドでポイントが先行できることによって 今度はアドサイドではまた違った組み立てもしやすくなるし気持ちもこうなんていうか乗るような形になりますのでその辺のためのデュースサイドのサーバンドボレーだと思ってほまあやり方としてはいろいろあるし、はい、まあショットのバリエーションも含めながら何通りかのこうパターンを、ねうん、持っといたた方がサーバンドボレーは成功する確率が高いと思います。 Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye.